はい、皆さんこんにちは。ネモジン TV です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はいはい、今日は、はい、ミョンドンにですね、はい、なんと、はい、ラーメンレストランができたんですよ。え、ラーメンレストラン。はい、はい、そうめんじゃないですよ。はい、ラーメンです。あら、はい、はいはい、あのね、一度僕らチョンの三河に昔、はい、ラーメンコンビニっていうところがあって、はいはいはい、行ったことあるんですけど、はい、そのセルフでできるラーメン屋さんがね、はい、このミョンドにもできましたので、はい、ちょっと今日は行ってみたいと思います。まあ、ラーメンといってもね、韓国って言ったら即席麺なんですけれども、はい、そうですね、まあ、あの味わってみたいという方もね、はい、いらっしゃると思いますので、はいはい、ぜひぜひこちらの方を紹介できたらと思って、はい、行きたいと思います。はい、じゃあ今日は昼からラーメンで行ってみましょうか。行ってみましょう。暑いね。暑い、ラーメンぴったりだね。そうですね、行ってみましょう。行ってみましょう。はい、ではね、こちら場所なんですけど、はいはい、この地下鉄のね、駅ミョンドン駅9番出口出てすぐのとこですね。はい、そうです。あのね、スカイパーク3の隣のところにあります。はい、ホテルスカイパーク3のすぐ横にできました。ここはですね、あの朝7時から夜中の12時まで空いてるということなので、はいはい、まあ、朝早く来られて食べられるのもいいと思いますし、うん、まあ、ちょっとね、お酒飲んで夜にね、そうね、まあ、ちょっと腹なんていうんですか、締めとして食べるのもいいのかなと思いますので、夜食でね、ぜひ行ってみたいと思います。行きましょう。はい。はい、ここスパイパーク3ね。3ね。はい。3があってすぐ横です。はい。セブンイレブンが目印になるかな。はい。はい、ここのね、なんかタヌキさんがね、あの目印になるのかなと思いますけれども、はい、ここの中に行ってみますね。よいしょ。わあ、なんか綺麗ですね。わあ、ネモさん何食べる？全部5000円だよ。タオチョの絵？タオちゃん？は何食べようかな。辛くないやつ。辛くないやつ。カムジャ麺とかある。このアンシャンタン麺のさ、このヘムルがあるね。なんかこれ、あのスパイシーレベルって辛さのレベルを書いてあるから、あ、むっちゃ辛いのダメな人は結構ね、あのこれ参考にして食べられるといいかなと思うんですけど、うん、そうですね、うん、下は袋が置いてあるから、いや迷うな。ラーメンの種類はね、こんな感じ。僕はそしたら、まあ、定番中って定番、韓国のラーメンの一番最初に作ったラーメンこれでしたっけ。サンヨンラーメンじゃない。あ、サンヨンラーメンか、うん、サンヨンラーメン食べてみようかな。これだ。そうね。おお、あ、で、このね、スナンアンソンタンメンのスナンマ、お願いします。ってな感じで、はい、辛ラーメンのコンメンもね、これ油が揚げてないので、ね、ね、店員さんが、店員さんがいらっしゃるんです ね、 ね、 ね、うん、あのワーパスも使えますので、はい、一応計算していただきました。あの、あ、やってくれるんです ね、 ね、完全セルフじゃないですね。うん、ね、ここに薬味とかもありますね。ここに薬味がありますね。ありますね。ネギとお餅とおでんと、うん、玉ねぎともやしと、うん、なんだろうな、キャベツ。キャベツね。お、これしてか、してもらっていいの？ダメよ。ね、ガムサミだ。で、あのここまでしてくれるので、あとトッピングをしてくださいっていうことなので、うん、はい、僕はね、ね、ネギ、うん、ちょっと長ネギをちょっと入れます。まあ、このぐらいでいいかな。いや、じゃあ私はネギと、あ、ちゃんかめ、ちょっと言ったか、はっきりよ。おでんと野菜、もやしも、キャベツもちょっと入れようかな。
ケラメル。あ、ね、何時制卵を茹でてもらえるみたいな。全部してくれます。してくれますね。これもありますね。だから結構楽ですよね、ネムさん。ね。全部してくれる。いや、完全セルフかと思ったら違うんだね。ね、うん、機械で、まあ、自動でしていただけるということですね。今お湯が出てます。あ、席。席を取ったんと。あそこもあるし。上もあるよ。ここもあるし。うん、こっちもあるね。ここしよっか。ここあ、いいっすね。ねえ、ここいいじゃん。一番奥行きますか。いや、ネムさん、今日も。はい。爽やかですね。爽やか？まさか。爽やかだとは。なんか体重がなんか。増えてますよ。はい。ついに大台を超えちゃってですね。はい。80。はい。90。80。100。池中玄太80キロになっちゃいました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。はい、痩せないと、夏までに。夏までに。もうすぐ夏だよ。もう夏。もう30日経ったら7月。夏までには痩せるからね。はい。はい。交互期待。はい。まあ、結構上から見るとこんな感じで、はい、結構ね、あの結構広い感じになってます。こちらにも席があるし、ね、向こうも席があるし、いや結構ねご利用されてる方多いですよね、はい、いや俺ね、あのラーメンの店できたって聞いて、ちょんのさんがのような、全部自分でやるとこだと思ったの、そして入ってみたら店員さんが近づいてくるじゃない、でね、いろいろ行ってくるから、まあ会計はするよね、ご専門で、まあ、片言の日本語喋れましたね。であと自分でやるかなと思ったら、いや何々ね、お湯入れるとこまでおじさんが二人もいて、やってくれるから、それで5000ウォンだから、まあそうだね、ラーメン普通安いけどさ、まあ、5000ウォン場所代 と、 ちょっと手伝ってくれる代込みでって感じかな。しかもその今ラーメン作ってくれてるんですけど、番号の方でお呼びいたしますっていうことなので、ね、いいっすね。ちょんのさんがのラーメンいくらだったってか、値段忘れちゃったな。ね、完全セレブのとこ、値段忘れちゃった。動画をね、はい、見てもらって、僕も見ないといけないね。はい、まあ5000ウォンですけど、こういうところがありますってことで、なんかすごい綺麗です。はい、綺麗なんで。いいんじゃないでしょうか。はい、ですね、まあこんな感じでラーメン店に来たんですけれども、まあ簡単に食事できるところとして皆さんもちょっとね、まあ、選択肢としてあるといいのかなと思いますので、ね、はい、まあ来られた方はぜひ利用していただければと思います。はい、はい、それでは料理待ちたいと思います。はい、今日は天気がいいんですよね。もう日本晴れって感じですね。あ、ここ韓国なんだけどね。はい、なんか旅行者の方もいらっしゃいますね。韓国バレあった。え、感謝みだアンソン、感謝みだ、感謝みだ、っていうかお水はセルフでしょうね。持ってきましょうか、ね、ちょっとね水を取りに行ってきますね。水はセルフなのかあるのか。でもさ、ここはあのコーヒーとかもあるよ。あ、お水はないの。これはあのカードで決済ができるね。こっちもあるね、飲み物 ね、 あのね、ジュースとか。あ、お水も買うんだね。聞いてみましょう。800ウォン。無理せよ。無理や、ね、さやでよ。あー、さやでな。ありがとうございます。お水はね、買わないといけないんですって。ですね、800ウォン買いますか。買いますか。はい、パメチエということで68番、セレクトって言ってで、こちらであのカードで決済ができると思いますので、ね、このカードで決済したいと思います。
ここのブリップボタンを押してくださいですね。はい、決済完了です。ちなみにこれワーパスも使えますので、はい、はい、利用されるといいと思います。よいしょ。まあ、普通に、ね、水持ってきたらいいかなと思いますけれどもね。はい、コップないのかな。チョインコップ買ってもいいっすせいや、ね、チョインコップ買ってもいいっすせい。あ、いえ、カムサミンだ。一応ですね、チョインコップ、はい、紙コップあるのかって聞いたらあったんで、うんうん、はい、ちょっと聞いてシェアするのもいいかもしれませんし、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあいただきたいと思います。うん、はい、どうですか、お味は。まあ普通のインスタントラーメンなんですけどねでもさ、具材がいっぱい入れれるからいいね。そうですね。まあ博多出身の僕からしてみたら、なんかまあ大体500円ぐらいでね、ラーメン食べれるとこ多いんで、うん、まああれなんですけど、まあ韓国のインスタントラーメン食べたいっていう方はですね、まあこういうところ来て食べられるのもおすすめですね。まあ実際さ、うん、インスタントラーメンも、うん、家で食べるっていうのが主流じゃない、うん、そうね。こうやって外で食べるっていうのはまあおつかもしれないですね、うん、俺いつもね、家でラーメン食べるときもこんなに具材入れないから、野菜とか、うん、卵ぐらいは入れるけどさ、これいっぱいいろんな具材入れるからいいですね。美味しい、スープも美味しい。うん、韓国のね、このインスタントラーメン、僕が食べてるのはサムヤンラーメンっていうんですが、うん、これが一番最初に韓国で作ったラーメンなんですけど、うん、なんとね、日本でどこだったかな、日清食品だったかな、多分そうだと思う、うん、そこが無料で情報提供してですね、すごいね、やっぱ日本ってね、まあ、それで、まあ、韓国の方もラーメン食べれるようになったっていうことで、その頃って韓国もすごい貧しかったらしいんですよね、うん、で、まあ、こちらの方がちょっとした非常食として食べていいなっていうことで、うん、今や、まあ、世界にね、輸出すごいしてますからね、ラーメン。はい、こちらアンソンタンメンの薄味なんですけど、具がいっぱい入れたからさっきね、こんな感じで、すごいさっぱりしてて辛くなってすごい食べやすい、美味しいです。こっちが山陽ラーメンね、三つ星ラーメンって書けますよね、漢字書いたらね、はい、辛くないですか。はい、辛くないそうです。ちょっと色が赤いけど辛くないそうです。合ってるのかな、サムヤンラーメン。違う違う、三つの栄養の陽、陽だね、うん、星はサムソンですね、うん、手軽でいいね、手軽で。そうだね、うん、まあ、夜ちょっと本当にお酒飲んだ後とか小腹空いたらいいね。そうだね、12時までやってるからね。いわゆるイッツサマーですね。もう韓国の方もすごい暑くなってきております。そうですね、今日撮影してる日が6月3日なんですけれども、4日ね。あ、4日になるのもう、うん、早いね。最高気温が26度ぐらいになるんですよ今日。うん、うん、で確か明日明後日ぐらいが最高気温29度ぐらい。あ、そう、もうサマーズもびっくりだね。ん、サマーズもびっくりだね。日本のお笑いの、うん、あ、サマーだけにサマーズってこと。そういうことね。なんでサマーズさんが出てくるのかな普通に考えちゃったよね、うん、普通に考えたらついてこれないよ、うん、で水代がかかるのはあれだね、ちょっとね、そこはマイナスポイントかな。だから結構水とか普通に持ってきたらいいと思います。うん、はい、まあさ、5000ウォンじゃない、スタッフさんが3人ぐらいいるじゃない、うん、こう人件費がね、かかるからね完全無人にしちゃえばいいのにね。
ていうか、なんか他のとこから水持ち込むのはあれだわっていう人はね、もうここで買われるといいかなと思うんですけど、いや全然持ち込んでいいと思います。実際ね、韓国って持ち込みバンバンしますからね、注意したこと何回もあるし、いやだってね、普通にさ、お肉屋さんで働いてるんですけど、肉屋で働いててパン持ってきたりとかして、パンを鉄板で焼いて食ってるんですよ。そうだから注意しちゃって、もうこんなパンとかね焼いてね食べないでくださいって、家庭持ち込みは禁止ですって言って、金が取りますバイって言ってね、いやそれあすいませんって言われるんですけど、それでもねいっぱいなんかいろいろ持ってくるんですよ本当に、出ますよ、ケーキ、フルーツ、何でも持ってくるから、だからなんか持ち込みはなんか後ろめたいわっていうのもあると思う、日本人だからね、結構持ち込んでもいいと思う。大丈夫ですよ、だってイカ持ってきてイカ焼いてるからね。イカね、ね、まあ、シャレじゃないんですけど、まあ、それでもうすごい怒ったっていうか、もう注意 したんですよ、イカ持ってきていかんぞと、ここは肉屋だからイカ焼いたらいかんって、ね、だってイカの匂いがすごいんですから本当ね、お肉屋さんじゃなくなっちゃうね。そしたらお客さんすごい不機嫌になっちゃってさ、そうなんかどっちが悪いのか分からなくなっちゃってさ、やっぱね、あの店長とか聞いたのさ、韓国人だからさ、分かるじゃんそういう文化のさ、やっぱそれってありなのかなと思う部分あるの、日本人としても、で聞いたらやっぱダメだろそれはっていうこと、韓国の店長も、それはもう注意案件だということで、いやまあ一般的じゃないってことはね、やっぱり、だから思いっきり注意させていただきましたけれども、いや辛いのダメな人、このアンソンタンメンの薄味おすすめです。やっぱね、あの辛いのをレベルで書いてあるっていうことで、やっぱ外国の方とか、そうだ、ね、辛いの苦手な方にはすごい優しいかなと思います。そうだね、本当ね、僕らもさ昔そのスーパーで勤めてた時にとても人気だったあのジャガイモ麺っていうラーメンだったんですけど、辛さレベル1だったからね、辛くないからね、あれそれも美味しいです、あの麺がさ、ツルツルしてシコシコするっていう、ツルツルしてるね、シコシコするっていうか、ちょっと下品だよねとにかく麺が美味しいんですよ、はい、ジャガイモでできてね、ツルツルシコシコって言ったような気がするけど、言うんじゃないそれって言うよね、ちょっと頭の中が下品だからな、なんか僕が下品みたいいやでも上品ですって言われてますよ。上品ですって、ネモさん、ジュンさんは上品ですって少女さんが言ってくださるんですけど、ありがとうございます、はい、上品に行きましょう、はい、ね、スープ飲んじゃった、あそこはがっつりとがっつりと上品に上品に、おほほほほほ、口の吹き方もさ上品に、ね、ほほほほほって鼻の髪型もちょっと上品に美味しかったです、ごちそうさまです、はい、お水いただきますね、はい、腹いっぱいやろ、腹いっぱい、やっぱり野菜とかが自分の好きな量を入れるのがいいです。でも根本さん野菜こだわってますね、やっぱりさ夏までに痩せないといけないじゃない、はい、だから普段野菜食べてないから、あそうなんですか、夏までに頑張るよ、結構ね玉ねぎとかいいですよね、血液サラサラね、玉ねぎは何でも使えるから炒め物にも使えるし、その飲み物とかスープ類とかにも使うと甘みが出て美味しいし、そうですね、僕はいつも玉ねぎを活用させていただいてるんですけど、あー美味しかった、美味しゅうございましたということで、今日はですね、はい、根本にできました、はい、ラーメン店に来たんですけれども、ラーメンレストランね、はい、美味しかったですね、美味しかったです、まあ選ぶラーメンによると思いますけど、まあ、お好きなラーメンをねちょっと選んでトッピング自由にしてね、5000円ですけど、はい、店員さんにちょっとあとはやってもらえるんで、
まあ、なんか、ね、違和感としてはおしゃれな空間でインスタントラーメンを食べるっていうね、うん、ちょっとあべこげな感じがまた良かったです。そうですね、うんうん、いや、あの満足ですよ、なんか、うん、満足企業で見ると満足感ありました、はい、満足満足満足っていうことで、はい、皆さんも満足していただけたらと思います。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。はい、おほほほほ、さよなら。次回ネモさん痩せてると思います。夏までにね、頑張れ。さよなら。はい、じゃあ食べ終わったので今から返却しますね。邪魔をすみだ。あ、寒いだ。寒いだ。